はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。はい、というわけでカルチョビットアをやっていきたいと思います。前回ですね、残念ながら、最下位に落ちてしまいました。3位の岡山ピーターローズとやりますが、7勝5敗、確率育成は必死です。まあ、なかなかのレベルですね。ここどうするかですよね。本格的な選手を取ってきて、やるか、それと、勝負しに行くか、それとも無理せずに、戦いに行くか。練習試合はパスです。お。残念。残念すぎ。なかなかきつい、厳しいですね。女子選手はいないのかな？なかなか女子選手は、みんな囲っちゃってるみたいで、出てきませんね。お、トータルフットボール。これはいいですね。トータル、オランダですね。オランダでよかったっけ？トータルフットボール。さてと、スタミナなんだが、まあ、普通にヒロタを入れるのが良さそうですね。ただ、当たって砕けろかもしれないんですよね。守備が弱くなるのか。羽生だとか入れてもいいのかな。そう、結構イエローカードを持っている選手は守備の当たりが弱くなる。要するに、よく考えたら、イエローカード持ってる選手って、でですしね、そう考えると、ちょっとバックアップの意味で、ヒロタを三木本の代わりに持っていって、沢あたり、綾香は。まあ、メンバー変えられないし、キーパーも今回、夏希でいこうと思ってんですよね。なので、くるみをちょっと真下に持ってきて、菊池を思い切って、持っていきたいと思います。ちょっと木を照らったのなんですけど、趣味の方がイエローをもらう可能性が高いんじゃないかなと思って、この、戦術に変えてみました。くるみがこの真ん中で、出ていくんですね。でも窓かそんなに良くないか。ミオの方がいいか。しょ、7個なんですよね。7個をメガ口と変えよう。こんなメンバーです。いきたいと思います。守備はしっかり取りたいよね。相手は攻撃のチームなんで、一気に攻めてくることを考えた守備は抜かりなくやりたい。本当はゾーンディフェンスがいいんですけどね。さあ、まあ勝ちたいけど、
どこまでやるか。ダメだったらもう元に戻して、おっと、早くも？嘘！ミオが。やばいですね。よし、これミオをくるみと変えて上に上げますか。危ない危ない。緑が取った。趣旨、あの名前が取られて、ここ気をつけないとね。立浪、早くも先取点を取られました。本当にやることなすことうまくいかないっていう感じがします。お、藤原ナイス。まあ2点取られたらもう選手変えた方がいいですね。行ってるそばから。ちょっと今話調子とか見てても話にならない感じはします。さすがにちょっと木をてらった攻撃はやめときましょう。普通にエースストライカーを出して7個をミオの横に出して、知らせたい。緑、あー残念。あんまり池を手当た攻撃はやらない方が良かったか。あー、ちょっとピンチだピンチだ。立浪3点目決定的だ。あー、なんか悪化してますね、チームの強さが。もしかしたら男子選手クビにして入れ替えた方がいいのかな。ただな、男子選手はある程度は育ってるとこでクビになったらなんか走っちゃいますよね。おっと、コーナーキックを得ました。藤原裏、おー決めた。お見事、1点返しました。裏側ってどこにいた選手だろう。あ、完全なディフェンダーですね。ちょっと意外。危ない危ない。気をつけないと。ここはひょうた、さあ緑入った。1点差になったぞ。これまだわからないかも。枠緑に回してゴール。パス回し早い。ノーホイッスル。7個だ？あーっと！惜しかった。さあ選手交代ですね。これは一気に行きましょうと言いつつ、ひろたしかないのか。ひろたがそんなにあの上回る選手はいないですからね。深沢をちょっと上げましょうか。
深沢でもあれがないんですからね。奇襲策ですね、これ上皇は。彩香もちょっと落ちてるな。彩香も入れ替えたいがまだ早い。今日一人しか買えませんでした。ジョーコンは普段ゴールキーパーやってるんですけど、ゴールキーパーまで利用してんすよね。おっと、くるみチャンス、同点だ。なんとまあびっくり。いや、3点連続で取られたわけはもうダメだと思ったんですけど、そこからの同点域、勢いは完全にこちら側にありますね。裏側も落ちてるな。浜田を入れましょう、ここは。これで2人目。あと1人です。と、こちらに攻撃する。ちょっとこれは、あ、しかし、くるみ。あー、残念。ここはなるべく遅らせたいが、ちょっと負けているスピードで。誰だ？おー、なんとか逃れました。と、この辺からスピードについていけない感じがします。あやかナイス。と思った。おっと、イエローつきましたよ。なかんだかれ。これで守備にイエローつけると甘くなりますからね。ああ。取りたい。取った。ナーコ。さあ、緑？あと、またファールだ。これ、彩香を変えた方がいいですね。多分もう変えないでしょうから、羽生田を入れよう。入ったー！勝ち越しー！くるみ、さすがです、エースストライカー。さあ、残り24分。交代枠は使い切ってますからね。お、ノーホイッスルだ。ちょっと苦し紛れだな。おっと、またファールだ。またじゃ相手をかなり、すごいな、今の。ああ、でも、これはちょっと無理があったか。でも、ゴール詰めて必死に取られないとしましたからね。全員攻撃を。やってます。あぶね！相手の方が余裕ありそうですね、スタミナには。落ち着いていきたいところ。ジョーコ、あー、弱かった。さあ、ここまでいったら勝ちたいですけどね、もう相手も。あぶねえ！でもこれでかなり助かりましたね。残り時間がそんなにないんで。もっともホイッスルが多いんで。ですけどね、2分。ロスタイム2分。さあ、ほとんど時間ない。勝てるんじゃないかな？勝ちました！なんと、ま、信じられない大逆転劇。いや、こんなドラマがあるとはね。さあ、まずここで10分で立浪のシュートが入っちゃうとこから始まるんですよね。でももう
これ結構超ロングシュートでしたよ。追随できなかったキーパーが。残念。そしてこちらの方はまあこれは高かったか。もう前半25分なんですよ。ここでここまでは完全に一方的なスペース、もうダメかなという感じでしたよね。さあこっからです。反撃が始まったとディフェンダーの裏からでした。シュートを決めたのが。そして2点差から結構やばかったんですけど決まらなかった。ナイスですね。うまかった廣田が。結構距離ありましたからね。の距離で入ってペナルティーエリアに入った時にシュートですからね。そして後半4分、これは浦川もうまかったし、クルミは決めていきました。さすがです。さて後半になると相手側がなんかファールを取ること、取られることが多くなります。そして22分、この一撃、クルミは打ちまくります。そしてこの勝利、考えてみればボールの支配率はこちらの方が高いんですよね。枠内シュートもこちらの方が高いというわけで、決定力はこちらの方があるんじゃないかなっていうことを見せつけました。やりましたね。おーっと、福山怪我だ。ゴールはくるみがこれトップに立ちました。アシストではこの辺はないんですが、くるみがなんとトップなんですよね。はい、ツートップなんでどうしてもそうなるのか。 100% に戻しましたよ。ただまだ最下位なのか。そう、実はウリーダビスタも勝ったんですよね。なので最下位からまだ脱出できていない。早いこと4勝目を挙げて脱出しないといけません。ウリーダビスタが落ちて7位になりましたね。もう岡山ピーターローツに勝ったっていうのは大きいですね。大会もあるし、逆転もある。アサミ、これはちょっと高すぎる。翼は結構いい選手ですよね。ただちょっと予算がかかりすぎる感じはある。やっぱり、安い選手を拾って、叩いて、最強馬じゃないや、にしたいですからね。ちょっと厳しそうだけどな。ゴールもほとんど上げててない。アサミは即戦力だろうな、むしろ。良さはあるんですけど、ここでまあ無理はできないですよね。さあスタメンを見てると福山が出会えなくなりましたので、
まあ、やっぱり浜田かな。スタミナね、ぐっちゃぐちゃになってますので、くるみをあげて、ひろたで、まあ、深沢をあげるのが、オーソドックスなんでしょうね。だ広岡も上皇もいいんですよ。なので、広岡ももうこれ、上げてキーパー2人体制にして、ちょっと戦ってみると面白いんじゃないかなと思いますね。はい。というわけで、次が1位のアスカディアナーですね。これはちょっと無理だろう、と思います。多分捨てゲームになるかと思いますが、ちょっと式にも関わってくるんで、そんな簡単には、負けたくないとこではあるんですが、まあ、勝つ、やっぱり試合をしないといけないのかな。手を戦ってみたいと思います。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうではですね、チャンネル登録、募集しております。見ていただいてよかったよとか、まあ、チャンネル登録していいよという方、ぜひともよろしくお願いいたします。ツイッター、フェイスブックじゃない、ツイッターとブログをやっております。説明欄にアドレス記載しておりますので、よろしければアクセスしてください。また、最後の20秒へ流します関連動画、関連動画プレイリストの方も、もしお時間ありましたらアクセス、見に行ってください。よろしくお願いいたします。カルチョイート青をお送りいたしました。ゲーム動画で行こうでした。